はいえー、回始めます。8月24日土曜日入ったところですね、はい、もう4時も回ってね、いや、4時半だ、<laughs> 進まないですね、えー、もうちょっと喋りたいね、えー、と詐欺列ね、私、あのーね、もうなんだ、ニュースいろいろ集める中で、やっぱ詐欺多いよ、特殊詐欺ね。 今回、あの、なんと14本、<laughs> 14本 <laughs> あります。ね、サギレット、ボリューム11だと思うんですけど、ね、あのやっていきますよ。これ、14本も喋ったら30分以上かかるんじゃないかなっていうことでね、本当にあの14個紹介しますけど、もしかしたらこれダブってるかもしれない。だから、14、13かもしれない、12かもしれないね。あの、私もね、ちょっと、急いでニュース選んでるんでねあの、ダブってるのあるかもしれないですけど、一応14個。 ね、紹介します,ーっといきますよ場所と金額と被害者の年齢とか、ね、あと簡単な手口とかそれぐらいだけバーッと要約して、ね、14個いきますねはい本当に流行ってるねいろいろマッチングアプリで知り合った相手に、えー、副業持ちかけられということでねマッチングアプリそして副業ですよ秋田市の30代男性、ね、およそ790万円相当の暗号資産騙し取られるっていうことですね えー、秋田放送からですねまず1本目秋田市30代の男性がマッチングアプリで知り合った相手から約790万円暗号資産ね騙し取られたと会いたい交際したいねマッチングアプリで、まあ、ロマンス詐欺も入りつつですね秋田県警の調べによりますとねあのー、秋田市に住む30代男性は、えー、7月上旬、最近だねマッチングアプリで知り合った女性と LINE でやり取りね。ね LINE でやり取りそして会いたいとか交際したいなんて言ってんだけど実際に顔は出さないってやつだね、うん、会いたい交際したいなんて言われる中でオンライン取引での副業ねあのオンラインストアの運営をやってみないかっていうことで副業を持ちかけられてねそのまあ保証金とか違約金とかねいろいろああだこうだ仕入れ費用とか合わせて22回に渡り790万円相当の暗号資産 騙し取られたっていうことですね、うん、で相手と連絡が取れなくなったことで警察に相談して被害が発覚っていうことで秋田市30代男性790万円、ね、1件目2件目、えー、外国人男性だとするアカウントね未来の旅行資金にってことでこれもロマンス詐欺だね外国人男性を名乗る、ね、あの人が未来の,、ね、あの旅行資金にしようってうことで50代,男性だあ50代の女性を騙したってことだね。 50代女性被害に遭って暗号資産の運用を持ちかけられ2,000万円余り取られたということで福岡放送外国人男性だとするアカウントからえ未来の旅行を積み立て旅行資金になるなどと嘘をつかれてね持ちかけられて福岡市の50代の女性が2,000万円を騙し取られたということです。福岡市南区にに住む会社員の59歳の歳女性が SNS 今年5月ね外国人男性だとするアカウントからダイエクトメッセージが届いたということでまあこれまあロマンス詐欺も入ってるんでしょうおそらくねうんあの将来お金が足りなくなるかもしれないって言ってね未来の旅行資金にということで5回にわたってね合計1,035万円を送金さらに指示を受けし指示を受けてインストールしたらアプリ上でおよそ1 ね、2,000万円の利益が出ていることになっていたということでさらに追加投資したんでしょう、ね、アプリ上では利益が出てるの追加投資して合計、まあ、2,000万円ぐらい被害にあったっていうことでしょうはいロマンス詐欺だね50代女性59歳かの女性福岡市南区の女性がまあまあまあ,まあ、まあ、外国人になる男性に騙されたということだね秋田市福岡市と来て今度3県名福岡県警これも福岡だね 福岡県警南署によりますと8月16日午前10時1分ごろ、えー、福岡市南区に住む自営業の女性33歳の携帯電話に詐欺,グループ詐欺グループの捜査をしていると語る女から連絡があった、ね、詐欺グループのー捜査をしていると、うん、であなたにマネードロンダリングの容疑がかかってるとすぐけ今から警察に出頭してくださいなどと言われた後ね引き続き警察官語る男から「 SNS のビデオ通話とかそういうのをによる取り調べを受けたと <laughs> SNS のビデオ通話など電話とかで取り調べを受けてその時から「あなたの無実を証明するにはあなたの口座に入っているお金をすべて指定する口座に移動して、まあ、最近流行りだねこれね確認する必要がある」などと言われて男から振り込み先の口座を指定されたと。 で女性33歳はその言葉を信じてしまって指定された口座に現金72万円を振り込んだっていうことで33歳の女性72万円の被害だね。うん、あなたの口座マネロンに使われてるあなたは犯罪あなたのお金が犯罪に使われてるとそんなんでしょう、うん。いうことであなたの口座のお金をねちょっと調べてみる必要があるから今から言う口座にお金振り込んでっていうことで72万円。 金額がちょっと72万円ちっちゃいように思うけど私の錯覚で72万円は大金ですからね。と、はい、いうことでまた福岡でしたね33歳福岡、ね、2, 2件目は福岡の59歳の女性3件目は33歳の女性ということでね次4件目、えー、これ巧妙な手口警察官を語りあなたにマ,レマ,ネロマネーロンダリングの要因,要因がかかってるっていうことでねあこれ一緒だテレビ西日本。 あ4件目すみません3件目とダブってるね同じ33歳の女性でねマネロンの話だから一件削除で次4件目うん4件目、えー、九州朝日放送、うん、このままでは資産凍結ということでね振り込み詐欺6000万円被害ということで九州朝日放送、うん、このままだと口座や資産が凍結されるなどと刑事を名乗る男から電話を受けた、えー、85歳の福岡市泉なんて 福岡市早楽っていうのかなちょっと読み方一回覚えたんだけどなこれ「早,早い」に「早い」「遅い」の「早い」に「良い」「悪い」の「良い」って書いて「早楽」っていうのかなこれ、うん、ちょっと読み方すいません間違ってるかもわかんない福岡市なんとか区の85歳の女性が合わせて6,000万円を騙し取られた詐欺事件6,000万円85歳の女性6,000万円ようんね口座が悪用されてると。 このままでは口座が凍結されると言われ指定された口座に2000万円を振り込みましたと、うん、まあさらにね紙袋に現金入れて指定の駐輪場に置くようにって言って6000万円合わせて6000万円ね紙袋に入れて指定の駐輪場に置いたということですねいや 福岡、多いね。さっきのも福岡だったね。うん。福岡3連発じゃないですか。今回、福岡市早良区でしょ。さっきの33歳が南区でしょ。その前が59歳の女性。これも福岡市だったよね。福岡3連発だね、これね。はい。ということで、次が5件目、五件目。投資詐欺で1100万円の被害ということで、青森県内、30歳男性、インスタで知り合ったということで、今度青森。 青森県内に住む 30, 歳の30代の男性が SNS 利用した投資詐欺で合わせて1,100万円余りね騙し取られたとインスタグラムきっかけに知り合った女性で LINE 取引ねラインで、えー、やり取りだ、ね、投資資金として427万円を入金したほか暗号資産のアプリで利益が出ているとか言ってね あの振り込み口座が間違ってるとか言われて合わせて740万円を振り込んで合計1,100万円、うん、余りを騙し取られたということで青森県の30代男性次秋田県ね秋田県テレビから6件目、うんうん、総務省職員や警察官を名乗る人物の投資話を信じてしまったとっいうことでね70代女性が約650万円の詐欺被害ということで秋田県にかほ市。 の70代のの代女性ねあの総務省の職員とか警察官名乗る人物から「650万円を騙し取られましたよ」っていう話だね。ね総務省の職員とか警察官名乗る男から口座を調べる必要があるとこれ流行ってるね。うん。画面を共有して捜査を案内したいっていうことでねまあ男のね まあスマホの画面でおそらくね男の言われるがまま画面共有して650万円これまあパスワードとか何とか銀行口座に指定されたパスワードとか設定してだよね電話で言われるがまんまになってこれうん流行りだねこれね警察官とかね総務省とかね名乗ってっていうこれ高齢の方騙されてるねこの手口ねあと高齢の方スマホとか扱えないからって言ってもじゃあ今一緒にやりましょうよって言ってね あのパスワードとか全部、ね、相手と共有されちゃうっていうことで盗まれちゃうってことだね。はい、で7件目7件目次沖縄沖縄テレビから SNS 型投資詐欺で1100万円被害ってことで日銀総裁を語る人物から嘘の投資話持ちかけられるいということで日銀総裁が投資話しませんよ、うん、沖縄利益が出る取引があるなどと SNS で持ちかけられた沖縄県内に住む60代の女性が約1100万円。うん 被害に遭ったと、うん、先月だね7月沖縄県宮古島に住む市に住む60代の女性の SNS アカウントへ日銀の黒田前総裁を名乗る人物から原油の先物取り引をすることで1ヶ月余りで元本120から200%の利益が出る資産運用計画を持ちかけられたっていうことで8回にわたって1100万円。 振り込んだっていうことでね黒田日銀元総裁がこんな投資のね指南するわけないですよ。なんだけどね本当にこれ60代男性かな沖縄のあ60代女性かなうん被害に遭ったってことだねうん60代女性沖縄宮古島市次8件目 SNS 悪用した投資詐欺相次ぐってことで総額8,000万,万円被害ってことで奈良うん奈良県生活安全課は 奈良,県警か奈良県警生活安全企画課は14日 SNS を悪用した投資詐欺が2件相次ぎ総額8,000万円の被害が出たと発表したと2件みたいですね奈良県まず1件目五条市に住む、えー、60代女性ね佐藤と名乗る <laughs> 人物から無料通信アプリ LINE のアカウントをクリックしたとその後 FX 投資詐欺進められて 10回にわたって6700万円を振り込んだっていうことですねあと奈良県三郷町っていうのかな美里町っていうのかなちょっと読み方わかんないな奈良県70代の男性は、えー、TikTok でなんか投稿したとそんで女性からメッセージが送られてきて LINE でやり取りするようになってまあ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  なんかオークションがどうのこうの書いてあって合計1,260万円を指定された口座に振り込んだっていうことでいうことでねワイ,ンワインをどうのこうのって書いてあるねワイン使ったワイン語った1本30万円の関税がかかるとでそれ42本購入する気になったということでね詐欺で1,260万円を指定された口座に振り込んでしまったということで奈良県はまあ2件だけど、まあ、これ2件で1件分ね 奈良県1件目は60代女性がは約6,700万円あ奈良県五條市の女性60代女性、ね、で奈良県2件目が三号、えー、町というのかな70代男性が、まあ、女性からメッセージで最初 TikTok だったのが LINE に行って、まあ、なんか台湾の資産家の社長,社長が1本300万円のワインオークションがどうのこうので <laughs> 合計、ね、1,260万円を振り込んだと。 いうことで今のが9件目で奈良県あっ違う8件目がうんちょっとややこしくなってきたなで次9件目うんあこれダブってるああダブってる、うん、今の奈良県のやつだで次のが9件目9件目いきますよ九件目ロマンス詐欺で200万円被害ということで青森県の男性ね東亜日報東欧日報か青森署は19日青森県内に住む50代の男性が SNS で通じて知り合った え相手から投資話を持ちかけられ合計200万円騙し取られたと SNS 型のロマンス詐欺に被害に遭ったと発表したということ日本人と台湾人のハーフという女性にまあまあまあ,、まあ、あ SNS で知り合ったんだね日本人と台湾人のハーフだっていう女性、うん、と青森県の50代男性が知り合って、えー、オークションで大儲けしたと聞かされたと。 でまあまあ、まあ、同じようにねあのー、高値で売れる急須がある譲っていいと譲ってもいいと言われたということで急須ねお茶をね入れる急須高値で売れる急須があるって紹介されてそれで譲ってもいいって言われたんだね、うん、まあんだか知らないけどなんだか知らないけどまあまあ、まあ、価値のあるものだからってことで155万円で、ね、入金したと。 で一向に売上金を受け取れずに相談した同僚から指摘された詐欺に気づいたということで青森県50代の男性が SNS 型ロマンス詐欺だねこれね副業詐欺とも言っていいような、ね、合計200万円騙し取られましたよということですね50代男性青森次10件目ドル貯金に関する投資話を持ちかけられるということで60代男性が3100万円騙し取られるということで愛知県ね名テレからですね 愛知県豊田市60代の男性が投資話を持ちかけられたと。LINE、友達にならないかっていうメッセージを受け取ったということ、去年12月。そこからねあの、その後女性からドル貯金の投資話を持ちかけられたっていうことでね、8月16日までの8ヶ月間指定された工事に現金合わせて3126万円振り込んだと。で、男がねあの、被害に遭った男性が消費者親友から融資を受け、ね、 消費者金融からお金借りてねあの口座に振り込もうとする様子に家族が気付いてね被害が発覚したっていうことで騙される側っていうのは定金消費者金融から借りてまでやっちゃうんだねこれね怖いねはい次12件11件目秋田テレビからでね芸能人語る相手に騙されるっていうことで能代市秋田県能代市の70代男性236万円被害ね能代市の高齢男性が70代男性だねこれ。 70代男性が、えー、芸能人を語る相手に騙されたっていうことでね、あのー、黒柳徹子を名乗る相手からショートメールを受け取ったということで、うん、生前贈与を終えたので芸能界を引退,引退しようと思うと黒柳徹子さん <laughs> 2億円受け取れるので、えー、手続きしてほしいとインターネットサイトのアドレスともに記されていたと。で 手続き費用を要求されこの男性は8月17日まで指定された口座に29回にわたって236万円振り込んでたっていうことでねこれちょっと読んでて笑っちゃうんだけどね黒柳徹子さんが何だか知らないけど引退するので2億円、ね、あの譲りたいみたいな話、うん、さっきね黒田日銀元総裁の話も出てきたけどねいやほんとにねちょっとね あの被害者ね被害を受けた方をねあの悪く言うつもりは毛頭ないんだけどそれはちょっとあまりにもっていうようなどう考えてもっていう手口に騙されちゃう人いるね。で最後12件目うん東北放送からですね宮城県の話はね LINE を通じて知り合った女と将来について連絡取り,や取りたいと取り合いたいということでロマンス詐欺で宮城県60代の男性が3300万円騙し取られると 今年5月から7月にかけて宮城県富谷市に住む60代の男性が SNS で知り合った女から投資を勧められ現金およそ3300万円騙し取られましたとねあの将来について連絡取り合いどのこうのロマンス詐欺だねで60代男性3300万円 LINE を通じて知り合った女と将来について連絡を取り合ったということで投資勧められてアプリダウンロード、うん、スマートフォンでアプリをインストールしてねえ 今年7月まで11月11日にわたっておよそ3300万円を指定された口座に振り込んで、ね、そ,のその後投資で得たはずの利益、ね、出金できずに金融機関に相談したところ事件が発覚したということで終わります12件ねばっと駆け抜けたですけどまあ私14件だと思ったらやっぱりダブってたのあったねはいということで宮城ありあ秋田あり山形あ違う青森あり福岡あり奈良ありね もう沖縄あり、うん、もう日本全国で今日も明日も明後日もねあの詐欺被害起きてるんで皆さんあの本当に気をつけてこれね、まあ、笑っちゃうようなこれ嘘だろって気づかないのっていうのはもうあるけどあの、うんまあ、自分がならない、ね、被,害者に被害に遭わないっていう保証はないんでねあと、まあ、私もそうだけど今アラフィフでねどん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 60代70代80代ってなるにしたがって やっっぱり判断能力てて落ちてくよね、うん、その時にやっぱり被害に遭った人、うん、をまあ何て言うのかなバカだなっていうのもまあ分かるけどそれもあるけど悪いのは100%これ加害者だから、うん、まず、あのー、加害者を、まあ、警察諸君とかね当局の人に頑張ってもらって、ね、あとそういう被害が出ないような仕組み作りに国民が協力してって、ねあのー、加害者だから悪いのはね あの加害者にしを捕まえてしっかりねあの二度と加害者にならないようにっていうことでまあ罰則を重,重くするにしてもいいしねあのペナルティーいろいろ重くするにしてもいいしね二度と加害者にならないようにってことだよね加害者があと被害者にならないのはもちろんだけど我々普通の人がね加害者にもならないようにってことよこれ明らかに普通に働くよりねあの儲かると思うよこれ。 詐欺ビジネスっていうのは今世界中で流行ってるからこの加担する側に回らないようにねあの本当に詐欺なんてもともと日本ではねまあ昔からあるけどあるけどあの詐欺師っていうのは世界的に見たらそんなに多くないですよ日本の場合はそれがここのところここ何年かで急激に増えてきてるからね世界標準並みになってきてるよねうんもう騙すものばっかりみたいな安易に詐欺師にね あの落ちていく人間が多すぎる、うん、あのたまに住みたいんだがね高級車乗りたいんだがねブランドもの盛りたいんだがねキラキラした生活したいんだかわかんないけどもあのね人のものに手出すっていうのは本当にあの最低の行為だと思うからねあの犯罪だから犯罪ね加担しないようにってうことですねはい今回も12件でパ、ね、ーっと駆け抜けましたけどあの。 詐欺レッド相変わらずねこれまだ悪化してるんじゃないかっていうねうん感じですよあの手この手だから今日なんかねあの「なんとかなんとかペイってやつ使ったねあのスクリーンショット他人の「のなんとかペイをねスク,スクリーンショットで撮影してそれで買い物しててっていうそういう詐欺もあったぐらいねあの新手の手口がどん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 出てくるからね。あの 紹介してい,いこうと思うんでね。皆さん、あの被害に遭わないようにっていうことですね。はい、終わります。あ、長かったな。3249回終わりますね。詐欺レッドボリューム11ってことでね。ボリューム11ね12件のね。特殊詐欺オレオレ詐欺特殊詐欺オレオレ詐欺。あとロマンス詐欺とかね。そういったもの副業詐欺とか紹介しました。チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。